も時計を見ました。ロスタイム2分台に突入している。二川最後のチャンスになりそうです。ボールは通っている。佐々木、佐々木から飛び込み、決めた。これがガッパの新しい力です。なんともいえない試合がありました。ロスタイム佐々木から17歳ウサギのゴール、完璧。30分には宇佐美のシュートのこぼれ球を遠藤が再び宇佐美に戻しゴール。怪我から復帰の遠藤ルーカスの活躍でガンバは2対0で今シーズンホーム初勝利。武井サイドを変えます。下平、開いているのは宇佐美。33番の宇佐美、星原へ、宇佐美、ルーカスが横にいる。ワンツーつながる、ドリブルで仕掛けてシュートが決めた。鮮やかなシュートを決めました。宇佐美チャンピオンズリーグ2試合連続ゴール、ガンバ大阪先制。ルーカスとのワンツーから、いや、うまくスペースを見つけて。前半33分、日本代表遠藤、柔らかいクロス、決めたのは宇佐美でした。これはクロスもそうですしタイミングも絶妙でしたし、共に素晴らしかったですね。お互いに息の合ったこのいいプレーですね。ディフェンスはもうどうしようもないところに。さあガンバ、前半のうちに追いつくことができるか。遠藤から開いて、いや宇佐美、いや素晴らしい、ようやく決めました。ちょっともう集中力を失ってもというこの前半終了間際のスタイム出ましたね。小倉さん、ここしかないというのが来ましたね。そして体でクロスボールが入ります。シュートはちょっと空振りましたが、まだガンバそのまま持ち込んでシュート、どうだ、綺麗にネットを揺らしました。宇佐美決めてガンバ先制、前半の13分の得点です。この少しルーズボールになると思うんですけど、この後ですね、ここでこの後ですけどぐっと前に出たこの勢い、はい、そしてやはりこのニアサイドを抜くあたりがやはり、まあ、点取り屋という感じはしますね。いや素晴らしいゴールですね。大塚のサイド攻撃、安田道弘、低いボールで来た、ルーカス、宇佐美フリー、いきなり決めた。スタメン抜擢の宇佐美、ガンバ大阪のエンブレムに今手をやりました。今のは左サイド狙い通りだったですよね、はい、やはり安田があそこまで攻め入って、やはりこのスピード、ボールスピードですね、やはり濡れてるグラウンドというのもあって、はい、球足が速かったらルーカスが収まらなかったですよ。ロスタイムは今1分という表示がありました。前半のロスタイムは1分台。杉本が競った後のボール、宇佐美が拾って、宇佐美勝負していく、左足、宇佐美の左足一閃。前半終了間際貴重な追加点は宇佐美隆、思い切って左足を振り抜いていきました。宇佐美、これが俺のプレーだ、そう言わんばかりの表情です。持ち味です、はい、ピッチが悪くてボールが足元入ってるんですけど、それをもう一度ね、自分の蹴りやすいところに持ち運んでる。だからこれだけこのグループステージのレベルよりね、全く違う相手だと思うんですよ ね。さあ左にボールが出ます。杉本、中が追い越していく、このボールが通って宇佐美、宇佐美がボールを受ける、宇佐美のシュート、宇佐美今日2点目、日本3対0。やっと宇佐美に笑顔が見えました。白い歯のこぼれた宇佐美、今日2点目です。いや、このシーン見てもやっぱりどんどん今酒井が長い距離走って前向きにパワーを持って走ってますよね、はい。でここを、まあ、コントロールしようとしたのか宇佐美を見て出したのか分かりませんけど、はい、そこに今度宇佐美がパワーを持って動く。さあベトナムにとっては残り時間があとわずかになってきました。中盤風間と加藤が入って、その加藤から抜け出した、いいボールだ。さあ宇佐美すぐに打っていった、宇佐美隆ハットトリック。
俺が入ったら違うというところを見せたい、そう話していた初戦、今日はやはり違いを見せました。宇佐美がハットトリック、日本4点目。今のはパスも良かったですね。数的優位に立ったガンバは怒涛の攻撃を見せます。32分、宇佐美がドリブルからシュート、これで2対1。宇佐美の今シーズン6得点目となるゴールで逆転しました。出ました、平井翔輝、左に宇佐美、その宇佐美のシュート、先制ゴール。ほぼファーストタッチではなかったか宇佐美、その宇佐美の先制ゴールです。いやー、このシュートテクニックも素晴らしかった、さすがは宇佐美というプレーでした。最初のね、仕事がこのシュートですから ね、18歳、宇佐美の先制ゴール、ガンバ大阪。少し停滞ムードだったガンバですが、ただここ平井がね、はい、よく北本を引きつけましたね、これダイレクトでここですからね。延長後半9分、ガンバは再び明神のインターセプトから宇佐美、さあどうするか。これで3対1、試合を決定づける大きなゴールを得ます。まあ、1対1ね、これ決して簡単なシーンじゃないと思いますよね、はい、この股の下を抜くのか、サイドどうするか、浮かすのか、きっちり決めるあたりね、やっぱりいい経験積んでますよね。さらに13分のガンバ、下平のロングフィードにルーカス、そして最後は宇佐美。宇佐美は天皇杯で2試合連続のゴール。宇佐美のゴールが決勝点となったガンバ、天皇杯3連覇に向けてあと2つです。